お疲れ様です。準備はできましたか？って。めちゃくちゃくつろいでいらっしゃる。しまった。長時間の演奏で疲れているだろうし、要望は察してあげたかったんだけどな。待てよ、演奏での疲れ？待ってください、カナダさん。演奏で疲れているでしょう。よかったら任務の前に肩を揉みましょうか。疲労はミスにつながりますからね。よろしく。では失礼してと。ん？おっと、すみません、失礼します。もしもし、どうしたんだ？今日は奏さんの任務の手伝いだって。何？桃地の件で？それは確かに緊急だけど。なんだ？いた！いて！いてて！いや、なんでも、ぐおぉ！
いてて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 。見ましたよ、かなでさん。何をかな。あそこの鏡から後ろを見たんですよ。ここまで言えばわかるでしょ。だってその今日は僕の専属助手だって。わかりました。俺が悪かったです。全部俺が。違う。別に。それもわかってます。奏さんを責めてるとかじゃなくて、俺が自覚したって話です。まだ時間少しはありますね。今からでもマッサージさせてください。完璧な任務にしましょう。